動画で紹介するのは小芝風花さん。1997年4月16日生まれ、A 型、大阪府堺市堺区出身。可愛さとセクシーさを兼ね備えた、今、ノリに乗っている女優さんです。名前の風花は、松山千春のヒット曲、大空と大地の中で、の歌詞をヒントに母親がつけたそうです。小学3年生から中学2年までの5年間、フィギュアスケートで冬季オリンピックを目指し、バッジテスト7級も取得して打ち込んでいました。当時は鈴木亜希子さんに憧れて滑っていたそうです。2011年、イオンオスカープロモーション、ガールズオーディション2011、デグランプリ、芸能活動との両立は難しいと考え、スケート選手は引退しました。2012年、息もできない夏、で女優デビュー。2014年、初主演映画、魔女の宅急便、でスクリーンデビュー。同作で第57回ブルーリボン賞、新人賞、および第24回日本映画批評家大賞、新人女優賞を受賞しました。原作者の角野玲子は、すごく可愛らしくてイメージ通りです。今まで生身の危機を見たい、とずっと思っており、心がときめきました、と大絶賛しています。2016年、NHK 連続テレビ小説、朝が来た、にヒロインの娘、千代役で出演。もともとヒロイン役のオーディションを受けていましたが、年齢が足りず最終選考で落選。代わりに、ヒロイン朝の一人娘、千代役を演じることになりました。この起用が、役柄の幅を広げ、今日の活躍につながる転機となっています。2019年1月期の、特撮ガガガ、では、コメディエンヌとしての才能を発揮し、思い切りのいい演技でドラマを牽引する女優として人気に、2020年から2021年には、美食探偵、明智五郎、でヒロイン、いちご役を務め、妖怪シェアハウス、で民放連ドラ初主演、もこみ、彼女ちょっと変だけど、彼女は綺麗だった、でも主演が続き、中村倫也さんや中島健人さんとの共演で、話題を呼びましたよね。第109回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞、主演女優賞を受賞し、さらに活躍の場を広げています。選手時代から支えてくれる母からもらった言葉、夢に向かって努力すること、夢を諦めないこと、成功した自分を想像することを座右の銘にしてます。2022年は清原かやさんと共演した霊媒探偵、城塚翡翠も美人すぎる共演として大きな話題を呼びました。テレビでは見せてくれないけど、実はセクシーで立派なお胸をお持ちの風花ちゃん、隣にいたら眩しすぎて直視できないです。2023年は3月放送予定の天使の耳、交通警察の夜で主人公の新人交通警察官役、秋公開予定の主演映画レディカガでは、加賀温泉郷の老舗旅館で女将修行に励む一人娘を演じ、タップダンスに挑戦、ぐるぐる99でメイン企画ゴチになりますの新レギュラーメンバーになることが発表と、ますます目が離せません。これからの小芝風花さんの活躍を楽しみにしています。本チャンネルでは女優、タレント、モデルさんなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。